中に合わせることもできますし、重松はここから狙うこともできます。少し距離はありますが、直接狙っていきます。壁は3枚です。重松健太郎のキック、いいボールが飛んでいきましたが、ゴールキーパー大内キャッチしています。宮尾が競り勝って、佐藤、そして宮本、そして佐藤です。佐藤打てるところにも運んでいきましたが、ここはゴールキーパー服部セーブです。ここはうまく右足でシュートを打てるところに運んでシュートを打っていきました。さあその池谷から長谷川、長谷川から岩本、いい位置でボールを受けました。前向きに運んでいきます。重松がいい動きを見せてボールを受けようかというところ、足がかかりました。そしてイエローカードが出ています。このパスいい動きを見せて、そしてこの宗近の足がかかったというところで、重松か薩川か、重松、ただここは枠を捉えることはできませんでした。さあ宮尾が中央で受けてロングボール、そこに宮本左足のシュート、クロスバー、ロングボールで抜け出してそのままダイレクトで打っていきました。フリーキックキッカーは宮尾です。宮尾のボール、あーっとこれは直接ゴールに向かいましたが、最後はポストでしょうか。そしてゴールキーパーの服部が少し痛めたようなところもありますが、ゲームは続いています。ゴールに向かうような形になりました。これはポストですけども、そのボールはポストに当たりましたが、その後ゴールキーパーの服部もポストに、スローインを受けたのは重松です。下川、岩本、松本からもう下川です。下川は外に振って森川、さあ森川中に入っていきます。下川左足で打っていきましたが、ここはゴールキーパー大内セーブです。薩川、下川、薩川、森川です。そして下川、森川へのラストパス、最後は薩川、押し込めるか、ネットが揺れました。さぬき先制です。0対1、最後は薩川がゴール前押し込んだでしょうか。森川から最後はどちらが触ったでしょうか。最後森川が折り返した、もしかすると池谷のオウンゴールというような形で、ゲームの方は0対1、 YSCC 横浜追いつけるか。キッカーは宮尾です。宮尾のキックですが、これはバーの上でした。そして今笛が鳴りました。2020明治安田生命 J3 リーグの第29節 YSCC 横浜対蒲田マーレ讃岐、ゲームが終わりました。スコアの方は0対1。